ダウンのリズム、ダウン、あダウン教えてねえじゃん。宝がこうで、宝をこう盗みたいんだけど、なんか絶対仕掛けあるから、同じ重さのこう砂袋をこうパッてこう、そういうイメージ。どうも、いい年こいてダンスやってるアズと申します。ごめんなさい、しばらくメガネが続きます。今日はじゃあ、ヒップホップのステップロジャーラビットを教えます。これもあれですね、こうさぎが跳ねてるような動きなのでロジャーラビット。動物の名前多いですね。ロジャーラビット、こういう動きなんですけども、見たことはあると思います。これね、そんな難しくないけど、ちょっとヒール履いてる女性だとちょっとやりにくいかもしれません。ダウンのリズム、ダウン。あ、ダウン教えてねえじゃん。ダウンとアップ教えてなかったので、また今度教えます。やべえな、忘れてた。これがね、ダウン、音にドンドンドン合わせて、膝を落とす。でこの時に手がね、こう何もしてないと寂しいので、必ず肘をグッと。ダウンをいっぱい取ります。で次、体上がるときに片足を後ろに、ダウンを取って体が上がるときに片足を後ろに出します。で次もう一回ダウンなんですけど、その時に足を入れ替えます。ダウンして体が伸びるときに足が伸びて、で足が入れ替わって、ここでまた片足だけどダウンになります。でまた体が伸びるときにこの足を後ろに出して、足は必ず同じ場所に来るように気をつけてください。もう だんだん後ろに下がっていっちゃったりしないように、片足のときにこのついてる足にそのままこうスッと。インディ・ジョーンズの映画とかで、なんかこう宝がこうで、宝をこう盗みたいんだけど、なんか絶対仕掛けあるから、同じ重さのこう砂袋をこうパッてこう、そういうイメージ。ダウンアップ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 。運動量は激しいんですけど、ステップ自体はそんなに難しくないです。ただこうやってこうこうやってこう、実際やると結構疲れます。これハーハーします。昔なんかこんなのあったな、こんなのありますよね。手の先がこう柔らかくして、ニュージャックスイングで、ニュージャックスタイルでこんなの見たことありますね。あとね、ちょっとね、これ僕がたまに使うんですけど、ロジャーラビット自体、ヒップホップのステップなんですけど、もっとヒップホップっぽくする。この手を後ろに回すときに、手をね、わざとこう大きく、平泳ぎのような手でこう開いて、で、この時に極力胸を張ります。うーって。この時に思いっきり右を見る。こういう形。わかります？こう、手を、ね、大きく開いて、思いっきり右を見る。うちで言うよりちょっと見てもらった方が、こういう動き。こういう感じで、なんかこう、もっとヒップホップみたいな。
以上、ロジャーラビットでした。ありがとうございます。